はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダム逆襲のシャア、今回からこちらをやっていきましょう。いやー、ようやく逆シャアまで来ましたよ。ステージ1、隕石の後先ですね。シャア・アズナブル、かつての一年戦争時において赤い彗星と謳われたジオンのエースパイロット、後にクワトロ・バジーナとしてグリプス戦役を戦い長らく消息を絶っていたその男が再び歴史の表舞台へと姿を現した。宇宙世紀 0092 12月22日、旧ネオジオン軍残党や反地球連邦組織と接触し新生ネオジオン軍を組織していたシャアは難民コロニーであるスイートウォーターを占拠、そこを拠点とし自らを総帥としてネオジオンの復活と同コロニーの地球連邦からの独立を全世界に対して表明する、後に言うスイートウォーター宣言である。これに対して地球連邦軍はシャアのネオジオンを過小評価し具体的な対策は講じなかった。いや、一部であるがシャアの危険性を見抜き動き出している部隊があった。ブライトノア大佐やアムロレイ大尉を中心とする外郭侵攻部隊ロンドベルである。この部隊は旧ネオジオンの残党の捜索と掃討を任務とした。だがスペースノイドの世論はすでに反地球連邦に傾いており、シャアを支持する民間人によってアムロたちはシャアの追跡を封じられてしまう。そして2ヶ月後の2月27日、ついにシャアは地球連邦政府に宣戦を布告、小惑星フィフスルナへと進軍を開始した。歴史は繰り返すのか。ネオジオンを迎え撃つべくフィフスルナへと向かったアムロはそこで宿命のライバルと対峙することになる。かつては敵として、またある時は味方として戦った二人が今再び激突する。宇宙世紀 0093 3月。おお、ニューガンダムだ。オクトーバーさんだ。オクトーバーさん過労死しちゃわないか心配だな。納期を10日も繰り上げられれば。いやー、もう誰がかわいそうかって言ったらね、オクトーバーさんが一番かわいそうっすよね。いや、今ちょっとね、このブラック企業的なのすげえ問題になってますからね。アナハイムとか大丈夫なのかな。隕石の後先、あ、ナナイとかちょっと副長にスカウトしたいな。多分ナナイは副長向きだよね。ギュネっていつから実戦投入されたんだろう。
フィフするな。え、一個ずつエンジンが点火すんの？しかもこのやっぱりエンジンが一番でかいね。芸が細かい。落下コースに入ったか。え、もしやリガ髄一気でなんとかするの？ガンダムもどきが。うおー、マジか。3ターン以内にギュネを撃破できるか。3ターンってこれもう突っ込んでいくしかないよね。これはさ、もうアムロ一人しかいないんだからさ、戦術ものにもあったもんじゃないよね。ただ突っ込んで当たって外れてくれることを祈るだけだよ。自分の攻撃は当たって敵の攻撃は外れてくれる。これもいきなりギュネ狙えるかな。狙えないか。まあビームライフルで上のやつを倒せばいいかな。くそ、このままいいようにされてたまるか。ほら行け。2発で倒せる。あ、倒せるね。テンションを上げていこう。そうするとこれ反撃しちゃっていいかな。別に、どん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 テンション上げていこう。せめて強気になってくれればな。攻撃してこないのか。どうする、テンション上げるか。せっかくネオジオン兵がここにいるからな。よしよしよし、いいね。さてこれ2ターン目、まあ一騎打ちに持ち込めばいけるな。機体性能の差はパイロットの腕でカバーすれば全く問題ない。 82% ファンネルでさえ65だからな。ティフするなを地球に落下するのを阻止できず、この一機も落とせないとは。このモビルスーツガンダムに似ている。ということはパイロットはニュータイプか。ガンダムに似てるだけでニュータイプが乗ってるとは限らねえだろう。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。ダンネルたち当たれ。無駄だ。おお、さすがだアムロ。これで反撃して次で倒せるかな。当たれば5000食らうか。よし、クリティカルが出た。で当たれば余裕だね。まあ、2000だったらビームサーベルでもいいと思うんで、命中率の高いビームサーベルで安全に行きますか。よくもまあリガ髄でヤクト動画を圧倒したもんだよな、アムロも。仕留めなければ死に切れるもんじゃない。逃がすかよ。こいつ抵抗したら。さすがだアムロレイ。まあ強化を受けすぎてもね、マシュマさんみたいになっちゃうからね。
今までさ、散々コロニー落ちてたんだけどさ、それは大丈夫なの？引いてったか。香港シティ。ほんとさ、ビルの絵が適当だよね。いやー、もうお偉いさんの特権って嫌だね。ジョン・バウアー。政治特権か。やだやだ、本当に。係員さんもそう思ってんだ。これ宇宙に行ってどこに行こうとしてたんだ？ハサウェイ一人宇宙にあげて、生活とか大丈夫なのかな？毎回毎回地球連邦政府ってさ、無能の証明しかしてないよね。2年間で全部のコロニーを調査できるんだ。
下駄の用意はどうか。これ確か月に行って帰ってくるまでめちゃくちゃ時間かかるんだよね。その間ずっとシャトルに乗りっぱなしか。でも宇宙ってさそりゃ行ったことないから分かんないけどさ、一回直線方向に乗ればあと推進剤とかって使わなくて大丈夫かな、方向転換しない限りは。フィフスナオトシの作戦はネオジオン軍として初めての艦隊戦であった。この作戦で諸君らの働きを見せてもらい感動している。しかしフィフスルナだけでは地球は浄化されない。今回の作戦の締めくくりとして追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが、無事任務を果たしてスイートウォーターに祈祷してもらいたい。以上。ホロ映像ってやっぱ流行ってんのかね。金がかかっている。一回強化するのにどれくらい金かかるんだろう。手術一回何万円みたいな感じかな。でもそれはさ、軍が出してる、軍っていうかこっちが出してるんでしょ。3割負担とかだったら嫌だよね。保険は効かなそうだな。ニュータイプの手術、これは保険適用外です。レブルーラはね、多分ね宇宙用の戦艦だと思うんだよね。あ、そうそうそう、一応ねあのジオン系の戦艦をねサダラーンに変えました。いやかわいそうなオクトーバーさん出てきた。顔も疲れてるよねオクトーバーさん。フレームの中に内蔵。材料開発部門。実戦装備にあと3日。ダメだとか。マジパワハラだよ。これで不良品だとか言われても知らんからな。初期不良の交換は対応できかねます。てかよくこれでニューガンダム実戦配備したよね。あ、そうか、ラーカイラムは戦闘ブリッジが違うんだよね。しっかり例によって。
おお、めっちゃ食らっとる。ラーカイラの欲しい、マジ欲しい。ブースターベッド、マスドライバー。まあ確かにね、もうここまで言われたらあとは知らんっていう。いやー、全く嫌な客だったな本当に。文句ばっか言って勝手に持ってきやがって。そう、サダラーンにしてちょっとねバイトをしたんで、バイトをしてオプションパーツでハイパーバーニアを手に入れたんで、戦艦にもねハイパーバーニアつけられるんで、移動力が格段に上がってますね。移動力9、これでだいぶ動き回れるかな。で一応ちょっとノイエジール2をもう1回作り直して、まあ、レベルを6まで上げたいと。で、シャアはサザビーですね。ようやくサザビーで超強くて、一応キックが使えるようになるんだよね。キック好きだな。あとね、量産型サイゴガンダムをちょっと作って、このレベル3のやつを取りに行こうかなと。で、ララーを乗っけてますと。で、ギャプランが、ジョニー・ライデン。で、ガトーは相変わらずの、ガンダム試作2号機ですね。で、ガブスレー。あれ、ガブスレーって前からいたっけ？アンネ・ローゼですね。で、ミカミックスが100式回になって、あとはここら辺は変わってないか。そう、アムロをね、リガ髄に乗せてます。と、遊具空路はジム3。で、カミーユはもうなんか知んないけど適当にガザイを乗せてあります。という感じですかね。確かね、ゼータガンダムはね、デルタプラスとかにした気がするんで、ちょっと今は待機状態ですね。で、本当はもう少し、人とかも整備したいんですけど、そこまで人材と金がないと。何にしても金がかかるな。敵は、まあ後で回答させればいいから。こうやって言うとホワイトベースちっちゃいな。上下敵の数は少ないね。やっぱり第一ステージだからかな。敵軍ユニット6機、3ターン以内に6機。これ別に誰がどうのっていうのはないから、これ一般兵はねいらないっす。ラカイラム、まあ、本当だったらゲットゲージ上げたいけど、このステージが終わったらちょっとラーカイラム取りに行こうかな。まあ一般的な武装ですね。サダランは対空砲火にミサイルに艦砲射撃と。じゃあちょっとサザビを出していきますか。ここら辺でいいかな。ファンネルか。まだテンションが上がってないからあんまり射程が広くないね。6000はさすがに大丈夫でしょう。そこか、ファンネル。何？よし、OK。で、まあ、ノイエジール2はね、もう多分無双できると思うんだよね、一人で。でっか。久々に見たけど、めちゃでげえな。できない。マジか、ギラドが。舐めすぎたな。強いわ。さすがにこの時代のモビルスーツは。
半端ないな。ジョニー・ライデン6600か。量産サイコ、量産サイコとかね、使うの初めてだからね。収納式ハイメガバスター、ちょっと援護ができねえな。優先ビーム砲、拡散メガ粒子効果が強いのか。ちょっとシャアの援護入れよう。6600大丈夫か。結構不安だな。あと3ターン、残り3。あんまりな、先にな、倒しすぎてもな、あれだからな。ミサイル、ホワイトベース現役で頑張るぜ。リガズイちょっと鍛えていきたいね。メガビームキャノン、この感触いける。強っ攻撃力底上げしてたっけ。ここでマスターユニット出すか。マスターユニットじゃねえや、最長期のこいつを出して、よしよしよし。でちょっと一旦様子を見るか。一応全員戦艦の近くによこして、 G04 大丈夫かめっちゃシカトしてくんな。対空攻撃、ほらほら、ボヤボヤしてると落としちゃうよ。それはこっちのセーフだ。で、残り1機こいつを倒すか。ノイエジル2、ファンネルっていうかメガ粒子砲でいこう。で戦艦の援護を入れよう。こうやって倒せるっしょ。こっち側に出てくるのか。うわー、左右ね。今度は出たシャトル。おお、もうニューガンダムここまで来たか。下か、アンノウンは。なんだギラ動画のなんとか装備バージョンみたいなやつだなギラ動画下位だし。え、これ大丈夫なの？どうすっかね。ノイエジール2とりあえずじゃあほっぽり出して、こいつら帰還させて、サダランをこっちに向かわせるか。これ回答できるの？あ、できるわ。でこうだな。攻撃は？お、入るね。いいねいいね。さてサクッと勝たそう。ハマン様を出す。ビームガンで倒せるかな。5900、厳しいね。ファンネル使おう。あとはガブスレだな。
ガブスへのフェダリンライフルは結構射程が長いっちゃこっちかメガ粒子砲か肩メガ粒子砲みたいな。230かガブスレハマーン様もちょっと300までは持ってきたい。じゃあビームガンで減らしてでガブスレでとどめだな。これは安全にメガ粒子砲でいった方がいいかな。でも200しか変わんないんだ。じゃあフェダインライフルでいっか。でガブスレ自体はキャプランとかいるからね4レベルくらいまで上げればいいか。で、ここの部隊はノイエジールに任せるでしょ。どうすりゃいいんだ。ニューガンダムの実力をちょっと見てみるか。ニューガンダムは盾じゃない。うかつなやつ落ちろ。行けフィンファンネル捕まえた。そこだ。ハイニューガンダムとか作りたいね。これ以上お前の好きにはさせない。無駄だ。てかさ、ここのステージでさラーカイラムのゲットゲージ上げようとするとさ、ほぼ全員倒さないとダメなんじゃん。もしかしてそれはきつすぎでしょう。とりあえずこのギラ動画まあグループ攻撃で攻撃をしよう。さてそっから百式回を出すか。パルスレーザー砲貫通だし。これ俺の本気を見せてやる。ああ肩についているレーザー砲かめっちゃ強い。12,000、9,800。もう多分敵が出てこないと思うからね。ダメージコントロールをしてじゃあビームガトリングガンがもう一個ついてる方か。諦めろ。これで終わりだ。やってくれたね。ニュータイプだ強化人間だってあたしの敵じゃないんだよ。無駄だ。じゃあちょっくらラーカイラムで倒すとっか。動けねえのかよ。対空攻撃で倒したかったのにな。それは無理か。じゃあ普通に倒そう。ジム3何レベル上がらんか。こいつはジェガンね。確かにジェガンは欲しい。いや実際めっちゃ欲しいかって言うと別にそんなに欲しくないけど。ノイエジールだな。さすがに大丈夫でしょう。てかファンネルはあれだな。メガ粒子砲回避か。自慢あれこのギラ動画ちょっと残しとかないとあれか。パクれなくなっちゃうね。あ、そっか、こっちにもギラ動画いたんだ。大型ビームサーベル。
一丁上がり。ノイエジール2はキュベレーより攻撃力少ないんだ。ちょっとハイテンションになっておくか。あれハイテンションあった。アンネローゼが持ってんのか。でもうサルベージする人いないからやっちゃっていいでしょう。でそうか、こっちのギラ動画これはファンネルでいいと思うんだよね。1万2000当たるね。よし、これで3レベル。いやー最近はファンネルが主流になってきたね。みんなの厳しさってのを教えてやるよ。ファンネルもまあ何パターンかはありますね。軌道は全部同じじゃなくて。そうすると、ジム3か。ジガンにしたいから、もう一回こいつで倒すか。いやーこいつもでも弱いな。やっぱりユーグクードはね全然レベル上がってないからね、かわいそうだけど。どこにいる？いた。これはちょっとプライトで攻撃できるかな。入らんか。じゃあちょっとサダランを上にすっげー移動力だな。百式レベルを上げておこう。パルスレザー砲強いね。貫通があるとやっぱちょっと違うよな。260か。うむ。この人のおかげで僕は乗れたんですって言ってるけどさ、実際は割り込んできたの向こうだからね誰のおかげかって言われたらジョン・バウアーのおかげだよね。推薦状を持ってたんだから。ハサウェイも大人だね。ここの対応だけを見ると。機密情報を見てしまったな。俺もニューガンダム欲しいな。クラップムサカ両方いらんな。ギュネイとレズンフルアーマー。物理系ダメージ 30% 減価。格闘と刺激両方減らせられるのはいいよね。じゃあ捕獲か。まずはギラ動画手に入れたかな。これちょっと見てみると、わからん。どうせ袖付きとかになりそうだけどな。一機やればまあいいでしょう。とりあえず最悪買い直せばいいからね。
ノイエジール、まだ先だな。ここら辺はまだあんまり上がってない。ガブスレはちょっとまだ先ですね。百式は5レベルか。リガズイも全然だしな。ここがあれか、ジェガンか。あ、ジェガンでも200200200 ここら辺の量産機強いね。200200200あるんだ。で、あとは一応設計も見てみるか。特になし。はい、というところで、まあニューガンダムの時代といえどもやっぱり第1ステージはそんなに時間かからないですね。多分ニューガンダムは2ステージで終わっちゃうかなという印象もありますけれども、また次回やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。